はい、今日はねハンサムショートの切り方をやっていこうかなと思ってるんですけど、はい、ハンサムショート結構有名なスタイルなんだけどね、はい、そういうあんまり取り上げてなかったなと。確かにちょっとこの前思いましたね、はい、そうですね、はい、ハンサムショートの定義ってわかる？こっちゃん定義ハンサムショートって何をもってハンサムっていうの？やっぱりサイドじゃないですかね。サイドの長さ設定、うん、サイドの長さ設定、はい、長さがちょっと、なるほど、はい。ハンサムってさ、そもそもさ男性に使われる言葉やんか。そうですよね。女性にハンサムことハンサムやなとかあんま言われへんやん。はい、男性に使われる言葉やん。はい、だからつまり男性的ショートってことなんですよ、ハンサムショート。そもそもの語源がね、はい、男性的ショートってことなんだけど、例えばこれやったらまあちょっとこれ汚いけどねまあショートボブなんだけど、はい、これ女性的ショートな雰囲気があるやんか、はいはい、でハンサムってどうなってるかっつったら、ここがくり抜かれてるわけですよ。まあこういう感じで、はい、こういう感じでね、ここはほら一気に男性っぽくなるでしょ、はい、ここはこういうふうにこの生え際ってこうなってるやんか、はい、そんな感じでこうやってここはくり抜かれるとめっちゃ敵の生きてるけどそれだけでもさ、はい、一気に男性っぽくなってくるやんか。そうですね。つまりハンサムショートっていうのはここがくり抜かれてるってことが、はい、まあ一つの守らなきゃいけないところになってきますよね、はいはい、なので、まあ、ベーシックカットサス向けのベーシックカットとかしてる人は分かると思うんですけど、はい、まあグラボブでいいみたいな切り方的には、はい、まあそんな感じなんで。まあちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあ、2種類切り方があるんだけど、はい、まずねこうハの字スライスで後ろから切っていくパターンね、はい、やっていくんですけど、もう今日はちょっとあっさりいきますよね。あっさり、はい、で、まあ、グラデーション入れていきましょう。とりあえずグラデーション、はい、ね、ちょっとこれ中古ウィッグで、はい、セーニングも少し入ってるんで、うんうん、ちょっとねバラバラしてみてね、グラデーション入れていきましょう、はい、アウトラインも取らずに、まずグラデーションを入れていくと、はい、はい、注意点は、はい、この三つ襟を越えてからもしっかりとグラデーションを入れていくってことだよね。うん、普段俺あんまりこうブロッキング取らないんだけど、はい、まあちょっと分かりやすいように、まあ、イヤーとイヤー、海から前をこういうふうに留めておくと、この三つ襟を越えてからもグラデーションでグーッと上げていくと、ここにこうシャープなこういう上がっていくラインが生まれてくるって感じですね。なるほど。まあ、襟足の長さはね、はい、まあこういうのは後でちょっと切ってもいいと思いますね。はい、そうするとここはちょっとこう上がってくるものなんでしょ、はい、こういう感じね、はい、当然やね、こうやって三つ襟を越えてグラデーション入れるわけだから、はい、こういうふうに上がってくることになるよね。はい、はい、で、まあ、これに対してアウトラインをとりあえず決めていきましょうと、これね、アウトラインをこういう感じなってくるね。はい、うん、で、まあこれウィッグだからあんまないんだけど、ちょっとこうもみあげとかが割とある人とかやったら、はい、このもみあげがこのアウトラインの邪魔をしてくるんで、はい、まあ少しインサイドグラデーションでまっすぐいくような感じにしときましょうって感じですね。はい、まあ横はまあブロッキング取ってもいいんですけど、まあ取らなくてもまあいけるっちゃいける。はい、で横はこんな感じで一旦旦顔周りのところに落としていきます。はい。後ろのグラデーションを入れた感じから、ね、一旦顔周りにこういう、ちょっとこういう感じかな。はい。で落としていきますね。上の方はあんまり毛がもうないのでこのままいっちゃうけどね。はい。こうやって切っていくと、はい、もうハンサムショートのベースがほら。そうですね。なんかもう形ができてきたでしょ。はい。ね。今まだウエットで切ってセリングを入れてない状況だけど、はい、例えば前髪を少し作りましょうかと、はい、ね、前髪をちょっと流すような感じで作りましょうかと、うん、いう感じにして、サイドバングのところも少しちょっと切っておきましょうかと、うん、いう感じにして、でここをつなげなかったら、はい、ちょっとこういうようなとんがったような感じになってきますね。うん、はい。ちょっとパスンパスンパスンと切ったぐらいだけど、はい、まあウエットでこう、まあある程度こう感じでいけるでしょ。はい、できてます。ね、これが結構大事だと思うんだよね。うん。なのでウエットの時点で、はい、もうすでにある程度、はい、あ、なんかええやんみたいな。うん。そんな感じになってるのが、はい、やっぱりこうショートカット、まあ何でもカットそうだけど、はい、結構ね、もう最後スタイリングしてなんとかなるわっていうカットじゃなくて、はい、ウェットの時点でうわもうこのままなんかこう櫛で並べてね、はい、櫛で並べて、あ、このまま自然乾燥したら、あ、もういけるやんみたいな、そんな感じに、まあ、ウェットカットを切るっていうのが、まあ、一つのポイントかなと思いますね。はい、はい、これ1個目の切り方、はい、でもう1個の切り方が、はい、まあこっちでやりましょうかね。はい、はい。もう一個の切り方は横から切る。横から。うん。ラインを設定してから切る。なるほど。みたいな感じやね。はい。結構さ、なんかお客さんとかで、はい、結構バサリ切るとこで、はい、この辺の顎ラインに設定したいんだとか、はい、ちょっと高めに切りたいんだとか、はい、っていうなんかここの設定位置みたいなのが割と重要やったりする場合あるでしょ。はい。とか。あとはね、そのね、自分が初めて担当するお客さんとかで、はい、こう入れたグラデーションに対して、はい、このウエイトのつき方があんまりちょっと読めない場合、どれぐらいの高さになるのか、はい、めっちゃ上がりやすい人もいるし、はい、まあそこまで上がってこない人もいるし、この高さが読めない場合ね、後ろから切る場合は、はい、このまずウエイトを作って、そのウエイトに合わせてこう横を切る。はい、でも後ろからまあダンス入ってくるから、結構後ろからのつながりとか割とちょっとこうなんていうかな、こうかっこいいんだよね、はい、後ろから切った方がかっこいい感じになりやすいんだけど、ちょっとどうしてもこの横のレングス、前から見た時のね、はい、この横の長さの設定とかがすごい大事で、はい、ちょっと後ろのグラデーションのウエイトとかがちょっと読みにくい場合っていうのは、うん、横から切ってあげると割と安全にハンサムショットが切れる。なるほど。まあ一応ね、こういうふうに、まあ、ブロッキングをしてあげて、はい、横でまず長さを設定する。はい、まあ、ちょっと前下がりとか長さを設定する。まあ一応イングラム、もみあげが邪魔になるやったらイングラム入れておく。はい。ね、これで、まあそうだね、3段ぐらいに分けていいと思うんだけど、はい、2段目からは、ちょっとパネルアップしてあげる、うん、ちょっとパネルアップしてガイドに合わせて切ってあげる、うん、そうすることで少しだけ段が入ってくるからね。なるほど。1段目は一番下に下ろす、はい、でも2段目からちょっとパネルアップしてあげると、うん、少し段が入るんで、はい、まあちょっとここにこうグラデーションでシュッとこう締まってくるような感じが出てくるよね、うん、はい、全部下で切っちゃうと、はい、こう前から見た時のシルエットが四角くなってしまって重たくなるので、まあ、少し上げてあげると。はい。こんな感じ。なるほど。はい。ここでラインできていくでしょ。はい。はい。ちょっと先に前髪を合わせてもらえば。はい。前髪。後ろから切った方がちょっとシャープさはね出るんだけどね。ちょっと違いますね、雰囲気が。違うよね、雰囲気がね。まあまだちょっと後ろも切ってはい。で、耳の上ぐらいで取っていって、でこの横の毛に合わせてちょっとリフトアップしてラインを切ってあげる。これ下はね、後でグラデーション入れるんで、はい、取れる分は取っていいし、まあ、漏れる分は漏れていいしっていう感じでね、はいはい、こうなってくるね、はい、同様にここも3つぐらいバーっていって同じようにガレットで切ってあげる、簡単？簡単です。こっちは簡単そう。そうですね、こっちは簡単そうかな。こっちの方が分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。なんか横に合わせた方が。そう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 。グラデーションで進んでいくと、たまにめっちゃ分かりにくい時があるんで。ああ、どこ切ってるやろみたいな。はい。迷いになる時はね。はい。まあ、俺はでも後ろから、まあ、そうやね、ウエイト位置とか。ある程度、その髪の毛の、この反応が分かるようであれば。俺は結構前から。切っていった方が、あ、じゃあ後ろから切っていったらちょっと色っぽくなるんで。なるほど。ほらこうなってきた、ほらもうできてきたでしょ。そうですね。あとここだけやんか。はい。ってなってきて初めてここにグラデーションを入れてあげると、ある程度このラインがコントロールしやすいよね。うん。ツーセクションショートみたいな感じ。ツーセクションではない。初めに上のライン切ってあげて、はい、ある程度設定してあげて、はい、でいらない部分。この下の部分に、まあ、グラデーションを入れてあげる。なるほど、うん、もちろんまあここのグラデーションも水襟これでも入れていく感じだね。そうすることでここがグーッと上がってくるからね。上切ってる方があれですね、切るとこが分かりやすいかもしれないですね。そう、だいぶ分かりやすい、うん、まあこういう切り方のハンサムショートもあるよね。でもここから上はもうほとんど多分さっき切ったところやから出てこないわけ。なるほど、うん、そっちの方がよりちょっとボーイッシュっぽい感じになります。ボーイッシュ、ああそうかもね、うん、そうかもね。ボーイッシュな雰囲気に仕上がるかもしれないね、うん、そうだね。後ろから切った方がグラデーション部分の感じが出て、はい、ちょっと色っぽい感じになるかもしれないね、切り方でだいぶ違います、ちょっと上の、はい、上に引っ張った時に、はい、こうとんがりが少し角が出てくるので、はい、まあこれだけちょっと横スラで切ってるからさ、はい、ちょっと角が出てきやすいね。ああそうですね、うん、確かに。まあこんな感じにしたらある程度ね、はい、形ができてきますよね。はい、はい、ちょっとやっぱ向こうと雰囲気違うの分かるかな。結構なんか違う気がしますね。違う気がする。はい、本当にカメラの皆さん分かるかな。まあ今全然はい、ウエットの段階ですけどね、うん、はい、ああやっぱ違うな。やっぱなんか色気がね、はい、この辺の締まり方がやっぱりね、後ろからこう斜めで入ってきて、はい、ここもこう斜めで絞るからね、はい、ちょっとこう絞ってくるからね。ここはねやっぱね横スラで切ってる分どうしてもこう平行にこうここのグラデーションって移動しちゃうのよね。でもこっちで切るとこう斜めにキューッと入ってくるから、まあ、そういう感じでちょっとこう色っぽさみたいな、そんなんは出るかもしれないですね。でもハンサムショートどうですか。まあ割とね定番のスタイルだけど、はい、簡単でしょ、こうやってみたら。簡単ですね。だからね、ここのねグラデーションはやっぱ切っていくか切っていかないかで全然雰囲気変わってくるね。なるほど。この辺の長さとか一緒なんだけど、はい、この辺が今までこうつながってるのか、はい、ね、まあ、ちょっと上げる場合もあるけど、はい、それともこうカクンとするのかっていうことによってちょっとこうメンズ感、はい、ボーイッシュ感みたいなのが出てくるんで、まあちょっとした切り方の違いだけなんでね。はい、ぜひちょっと練習してやってもらいたいと思いますし、まずねやっぱウェットカットである程度こういう形が出るっていうのが、はい、すごい大事だと思います、このスタイルは。はい、はい、日産 TV オンラインショップやってます。日産工子が使うコルタシザーや日産 TV オリジナルブランドタクトのアイテムを続々追加予定です。ぜひ一度覗いてみてください。